ありがとう。おばちゃんの醤油味でね。はい、はい、はい。まあ。お箸持ってきたよ。ああ、ありがとう、ありがとう。私座っとるもんで何にもならん。いただきます。ああ、大好きな色。じゃあ、呼ばれます。やっぱしあんたの味は何とも言えん味だ。やっぱし お姉の方が美味しい。こういうもんは大好きで。ああ、おいしい。おいしいね。美味しかった。あ、綺麗に食べたね。はい、ごちそうさま。美味しかった。うん、ねえおばあちゃん。はい。どうした？こういうさ、缶のコーンスープって見たことある？こういうあれ。うん。あんまり見たことない？うん。あとね、缶のさつまいもミルクっていうお芋。あら。缶のカニ鍋スープ雑炊仕立て。瓶詰めでみんな。これがね、自動販売機で売ってるんだって。それをおばあちゃんにいいんじゃないって買ってきてくれたの。まあもったいない。珍しいの見つけたからって買ってきてくれた。まあおばちゃんカニ好きだしね、コーンも好きだし、さつまいもも好きだから、みんな好き。こんなあれがあろう。はい、孫からの贈り物、本当に嬉しい。ありがとうございました。いただきます。こんなのがある。ちょっとさ、味見してみない？うん、これって、うん、ジュースみたいに。本当は自販機であったかい状態で出てきて、それでこれをさ、ちょっと振るのかな、振ってここで缶詰、普通の缶のジュースみたいに開けて飲むの。うん、2人で飲む？どれから飲む？お芋でも何でもいい。うん、どれがみんな好きだで。うん、どれが気になりますか？それカニ？カニがねすごいよね。缶詰に雑炊が入ってるのって、お米入ってるのかな。あらま、気になるよね。これ一本お、あの仏壇に据えといたろ。あ、そうする？あのさ、うん、そう言うと思って、うん、カニがあと2本あります。エロマ泣いてる。そうでも、うん、自分だけ飲んじゃ、うん、そうだよね。せっかく買ってくれたのだもん。うん、おじいちゃんにこれ2本あげといてさ、うんうん、ね、せっかく買ってきてくれたのだって、自分だけ楽しんで飲んどっちゃいかんで、うん、お父さんにあげてくる。嬉しい。置いてくる。せっかくだで、自分だけ飲んだ。あんたも呼ばれんね、買ってきてくれたんだって。まあ珍しい。ここ置いときゃ飲めれるね。ね。
どっかで買ってきてくれたんだって。こんなあれもあるだね、珍しいで呼ばれてね。まだおつまま、よかったね、本当にありがたい。あの金つばのね、この間くれたじゃん、うん、4つ入っとるの、うん、あれ中身は食べてね、一個ずつ食べて、これで入れ物ツリーが入れたろ。あ、そう、指定席へ。すごいね、ちょうど収まったもん。こんなのがあろうね、え、生まれて初めて見ろ。そんないくつが買ってしてくれた。うん、これお茶ね。まあ、じゃあ開けてみようか。うん、呼ばれる。やっぱし死体沈んどるわね。うん、こんなのあるとがびっくり。ここら辺じゃ売ってないら。どうだろうね。あれあれ、じゃあどうしようかな、はい、カニがやっぱ一番気になるかな。どうぞ、スプーン持ってきました。あらら、まあ、いただきます。生まれて初めてこんな缶詰のもらって、いただきます。いい味。コーンスープ飲んでみる。あ、これは甘くて美味しい。美味しいね。これは香りがすごい。うん、ほんと違うものだね、やっぱりね、うん、こんないいもん買ってくれて本当にサンキュー。コーンがいっぱい入ってるね。本当ねえ、すごいね。チートの間宝物でしまっとく。しまっとく。コーンも美味しいね。え、美味しいね。最後これはさつまいもミルクだ。さっきのあのカニとは、うん、このコーンとは、うん、味が全然違うね。え、結構甘いね。甘い。おばあちゃんが好きそうな甘さだね。みんな大好きね。え、みんなちょうど好きな味だね。 ありがたい。置いとくと目のどこだで、仏壇に据えといたろ、うん、こぼれちゃうからさ、仏壇に運ぶの危ないからさ、うんうん、台所にラップして置いとこうか。ほんとおいしい。おいしいよね。よかったね。旅先で見つけたもんだね、これね。いや違う、会社の自動販売機。あら、200円ぐらいするのかな。どうかな。みんな3つとも香りもあれで味も違う、うん、さつまいもは140円だって。あら、そんなことで買える。うん、へー、カニ鍋も140円だって。あら、みんな140円。うん、そうかもしれない。生まれて初めて見ました。明日も頑張ります、このスープで。へえ、こんなのがある。はあ、おいしい。あのコーンは飲んどると最後
このつぶつぶが口に残るけど、うん、お芋さんは綺麗にあれしてあるわね。あ、そうだね。うん、何にもない。本当に嬉しかったよかったね。お腹いっぱいになったんじゃない？いっぱいになったね。え、本当だよね。生まれて初めて、まあ、こぼすの飲んどこそうだね。おいしい。ごちそうさまって言っといてありがとう。本当初めてこんなもん見るもんね。え、すごいね。いろんなものあるね。ねえ、みんな業者も売ろうと思っていろいろ観光してやっとるだね。ねえ、おいしい。おいしい。遠慮なく呼ばれました。これ急いでほいじゃ仏壇据えといたらいいじゃんね。まあ初めて見た、こんなに、うん、カニからコーンから。私ただね、年数が重なっとるだけどこも行かんし、うん、今なんかほんとどこも行かん。畑で草取っとるが精一杯だ。本当に初めて、よかった。いい孫持って幸せだ本当。そうか、ありがたい。カニならご飯かけても美味しかろうね。そうだね、ご飯ちょっと入ってるけどね。熱いの食べると美味しい。祖母と孫タンネル。おばちゃんこれ新しいさ、ズボン冬用の買ってきたよ。ほらここバラが書いてある。あら、ほんと。おばちゃんさ、今日着てるズボンも結構毛玉だらけになってるじゃん。ここなんでかな、うん、サイズがさ、いいかちょっと見たいからさ、これ履いて。あ、ほいじゃ、うん、あ、ちょうどいい。ちょうどいい。小さくない？うん、小さくない。履きよい。ちょうど履き心地いい。これ、黒じゃない？黒じゃない、チェック。ちょっと色があるかな。うん、それチェック柄になってる。せーの、祖母と孫チャンネル。おいしいカンカンも呼ばれて美味しかった。これ一緒に見てみよう。あれ、なんでしょう。なんでしょう、私も初めてなんだけど。また誰かが送ってくれた。私のお友達で、うん、仙台に住んでる人がいて、うん、これ仙台のお菓子なんだけど、人気すぎてね、うん、一家族一つしか買えないんだって。あらま、そんな貴重なあれ。それを買って送ってくださったの。霜柱って言うんだって。ほいで、霜柱なら今の時期なもんだね、寒いとこの。じゃあ開けてみるね。はい、パンパカパーン。あ、待って、テープが残念でした。私は何でも好きだ。肉だけはダメだけど、うなぎと。せーの、パンパパー。せーの、パンパパー。まあすごいね、粉。粉がすごい、ほら粉で、ここからスプーンで食べる。こうやって出てくる。あら、まあ、なんだと思う、これ。これ。わからない。口開けてください。うん、あーして。はい。どう？柔らかい。これ飴なんだって。あ、缶の蓋にこの粉を一回移すんだ。こうやって。おー、すごい。こうやって見えるんだ。で、ここから引き抜いて食べるんだ。生まれて初めて、うん、あ、出てきた。い
柔らかいの、うん、すごいサクッとするね。こういう感じなんだ。美味しいね。綿菓子みたいだね、うんうん、美味しい。はい。どう？食感が美味しい。美味しい。本当美味しい。美味しいね。これはゼラニウ糖かな。細かくしたお砂糖だね。これね、粉はね、落雁粉っていうんだって。ふーん。お米を原料とした食材で、お砂糖と合わせて炒めたり、薄力粉や卵などを使ってクッキーを作ることもできる。あら、なんとも言えん甘さ。すごいね、上品な甘さだね。こういうお菓子があるんだ。これはこれはあなたのおかげで、食べたことないもん口にさしてもらってありがとう。これね、寒い時期しか食べれないんだって。雨だから。10月から4月まで。あ、やっぱし霜柱って言ってあるで、うん、寒い時期になるとね。すごいね、こんなお菓子があるんですね、おばあちゃん、うん、面白いね。こりゃだいぶするにね。ねえ、すごいね。貴重なあれだもん。本当にありがとう。欲しかった。きっと夏になると お砂糖みたいのが溶けるようになるだね、多分ね。トンネル登録お願いします。これかわいいね。これ新しいお皿、また料理で使おうかなと思って。まあどうもすいません。まあまあ、いつでかここへ入れるもの期待してます。うん。このおばあさん食い気だもんで、いつもいつもありがとうございます。かわいい。これちょこっとのお料理をちょんと おくだね、うん、それご飯。ご飯。ご飯じゃん、うん、まあここへ剣山でもやって、あのお花立ててやるとようする。えらいとんでもない話になっちゃった。こんな大きい、ありがとう。今茶碗がどこ行った知らんけどが、食べとった茶碗がなかったで。今朝だわ、子供がおる時の茶碗を戸棚から出して朝ごはん食べとった。こないだうち食べとっただけど、どこやったかな、茶碗に足があった。ほん、これはごちそうをちょこっと入れて食べる小鉢、いろいろありがとう。ピンクばっかりでいいね。あ、うーん、新品ばっか。私の大好きなピンクです。ピンクレディだ。コメント高評価お願いします。すごいね、大きい白菜だね。結構なった。じゃあ帰るね。うん、ごちそうさまでした。はい、美味しいもの、うん、生まれて初めてそんな缶詰の美味しいの呼ばれた。父さんも呼ばれとる。ありがとう。